サラー・フッティーにあるイコール・ビータールはシリアの政治家であり、1940年代にミシェル・アフラクと共にアラブ・バーストを設立した。フランス・パリで学生生活を送っていた1930年代にアフラクと共にナショナリズムと社会主義の要素を組み合わせた政治議論を組み立てた。シリアのバースト政権の初期において首相を務めたが、当全体が 急進化していくにつれて孤立するようになり、1966年に国を去った。その後は主にヨーロッパで生活し、政治活動にも関わっていたが、1980年に何者かによって暗殺された。ビータールは、1912年にダマスカスのあるミーダーン地区の裕福なスンニハムスリムの穀物商人の家庭に生まれた。彼の家庭は、新人深く、祖先には、 ウラマーや地区モスクのイマームを務めた者も多かった。保守的な雰囲気の中で育てられ、ムスリムのための小学校に通い、当時男子校が置かれていたマクタブ・アンバールで中等教育を受けた。1925年から1927年にかけて発生した当時の創始国フランスに対する反乱において、あるミーダーン地区はその拠点の一つとなったため、激しい爆撃を受けた。 イータールは、そのような政治的変化の真っただ中で育った。1929年、フランスのソルボンヌ大学に留学した。そこで、ミシェル・アンフラクと知り合うことになる。二人は、政治活動や知的活動に強い関心を持ち、ナショナリズムやマルクス主義の考え方を、祖国の状況に当てはめ始めた。1934年に、シリアに戻り、 アフラクがすでに勤務していた高校タジヒーズアルイコールーラで物理と数学を教えた。帰国当初は有名な共産主義者であるハリド・バクダシュが編集するアイコール・タリーにアフラクと共に加わった。しかし、フランス共産党も参加する創始国フランスのレオンブルム政権が旧来の植民地政策を維持した上に、 シリアの共産党も若い世代のナショナリズム的運動を支援しなかったことから、幻滅して活動から離れた。1939年にアフラクと二人で学生を集めて小規模なグループを作り、1941年にはフランスによるシリア統治を批判する冊子、アラブ復興を発刊した。アラブ、復興やアラブ、再生という言葉は、 アラブナショナリストのザキー・アル・アル・スー・ズイーがすでに使っており、同様の運動を行っていた。1942年10月、アフラクト・ビータールは政治闘争に完全に専念することを決め、教員を辞職した。徐々に支持者を増やし、1945年にアラブバース運動の事務局を結成した。ワヒーブ・アル・ガニー・ムラ・アル・スー・ズイーの支持者も加わり、相当な人数の新メンバーを得た。 1947年にアラブバース島発の党大会がダマスカスで開催され、ビータールは民族指導部事務局長に選出された。一方、同志のアフラクもアミドとして卓越した地位を得た。1952年、アディーブアルイコールシーシャクリー軍事政権はすべての政党を禁止したため、アフラクと共に一時的にレバノンに逃れた。レバノンにおいて、 アクラムアルイコールホーラーニー率いるアラブ社会党と合併し、1953年にアラブ社会主義バース党となった。1954年にビータール、アフラク、ホーラーニーが協力して C 社シシクリー軍事政権を打倒した。ビータールとアフラクの党支配は変わらず、二人にホーラーニーや他の旧アラブ社会党員らを加えたメンバーを民族指導部に選出した。 シーシャクリー軍事政権の転覆後、5年ぶりの民主的選挙が実施された。ビータールはダマスカスの選挙区でライバルのシリア社会民族党の候補者を破り議員となった。1956年に外務大臣に任命され、1958年まで務めた。1958年にエジプトのガマール・アブドゥルナーセル大統領がシリアとの統合を目指して、 アラブ連合共和国を結成した際には、統合の推進を担当する大臣になった。当初統合を支持した多くのシリアの政治家と同様に、エジプト中心の統合政策に幻滅し、翌年には統合担当の大臣を辞職した。1961年に、右派のクーデターでエジプトとのアラブ連合共和国の解消が決まった際には、連合共和国からの離脱宣言に署名した。 有力政治家16人のうちの一人となった。バース島内では、ホーラーニーが離脱派として知られていたが、当時多くの党員がビータールの署名を非難した。ビータールは署名を撤回したが、島内の離脱反対派は、ナセル主義者となっていった。1963年に軍事クーデターである3月8日革命が起き、シリアにおいてバース島政権が打ち立てられた。 革命指導国民評議会が設置され、当初はバーストーイ員となせる主義者によって構成された。首相就任の要請を承諾し、後に NCRC メンバーにも任命された。4月17日にはエジプトやラマダン革命が起きたイラクと再統一を協議した。しかしながら、クーデターの中心となった若手軍人のバーストーイ員は、ビータールやアフラクトは合わず、 若い世代はより急進的な立場を好んだ。第6回党大会において急進派が主導権を握り、ソ連型社会主義の影響を受けた、急進左派的な計画を策定した。ビータールは首相を辞任し、党の恩恵派軍人、アミーン・アル・ハーフィズに職を譲った。ハマーの暴動を軍が鎮圧した後、恩恵な措置を取るために一旦は首相に復職したが、 すでに党に共感を持たなくなっていた。1966年2月、サラ・アフジャディードラ若手バーストーイ員の急進的な派閥がクーデターを起こした。他の派閥は退避し、b ータールら旧来の指導者は拘束されて政府のゲストハウスに抑留された。8月に粛清が開始されると b ータールは国外脱出し、レバノンベイルートに逃れた。その後はヨーロッパで、 亡命生活を送った。一方、アフラクはシリアのバーストーと決別したイラクのバーストー政権のもとに滞在した。1969年には他の旧指導者と共に欠席裁判で死刑判決を受けた。1970年にシリア大統領に就任したハーフィズ・アル・アサドよって1978年に赦免されるが短期間ダマスカスに滞在した後、 亡命先のパリでシリア政府を批判するキャンペーンを開始した。かつてアフラクと発刊した雑誌と同盟の雑誌、アラブ復興を発刊し、シリア政府批判を展開した。イラクバグダードに逃れたシリア反体制派と連絡を取り合っているという噂も出された。1980年7月21日、ビータールはパリで射殺された。実行犯は不明のままだが、 当時のアサド大統領が暗殺を命じたと報告されている。ビータールはパリの地元警察に対し手紙や電話で殺害予告を繰り返し受けていると報告していた。暗殺の日の朝、ジャーナリストから面会の申し込みの電話を受け自身の事務所で迎えることにした。事務所の入居する建物のエレベーターを降りて自身の事務所に入ろうとしたところを 背後から2発の銃弾を受けて死亡した。ビータールはイエメンの外交パスポートを所持していたため、シリアの元首相と判明するまではイエメン人が交行間の殺人事件としてメディアに報じられた。ビータールは後にイラクバグダードに埋葬された。ありがとうございます。